どうも、高井です。戦国時代の装填時間が長い鉄砲の戦術。戦国時代の最強の兵器って何だろうって思うと、一番最初に出てくるのって鉄砲なんですよね。その鉄砲のイメージが強いのは、教科書を開くと、華やかに長篠合戦で信長が鉄砲を使って撃退したっていうような、それは未だに載ってるから謎ですけど、やはり信長のイメージが強い。その鉄砲の正しい情報を理解するためにも、私はこちらの本を読んで、鉄砲の部分だけを今回抜粋してみたんです。で、内容をこちらにまとめました。これから読み上げていきます。ぜひとも最後までご視聴ください。では読み上げます。鉄砲の伝来と普及。鉄砲が日本に伝えられたのは天文12年とされている。ポルトガル商人が乗った中国船が種ヶ島に漂着し、島の領主、種ヶ島時高に鉄砲を披露した。時高が2000両の大金を支払って2艇を購入し、鍛冶職人、焼いた金兵衛に命じて鉄砲を製造に成功した。その2年後に種ヶ島の焼いた金兵衛は10艇を製作しており、数年後には種ヶ島に600艇の鉄砲があったとされている。長篠合戦は鉄砲伝来の32年後の出来事なのである。長篠合戦の幻想。雨天時には使用できず、しかも、玉込めして撃つまで時間かかり、練習もできないという欠点から、火縄銃は現代の火力とは異なる。それに飛び道具という点では、すでに意味があったのだ。鉄砲の殺傷射程距離は60メートル。有効射程距離は90メートル。強度上げ口を詰めてもようやく200メートル程度というのだ。弓矢の射程よりはさすがに長いが、それでも、これではあまり利点がない。弓の方が連射性に優れていたし、鉄砲は高価であった。織田信長が鉄砲に注目していたことは、若年の頃から有名であった。信長は天文18年に500艇の火縄銃を注文したという記録があり、天文22年4月に、叔父の斎藤道山との聖徳寺の会見に向かう際し、500艇の鉄砲を装備していた。信長発注後、短期間に量産できたという意見もあるが、量産というのは第一次世界大戦中のヨーロッパ列強を行ったようなことを指す。フランスの例では、1914年9月に、1日に75ミリ砲弾生産量は13,600発だったが、1915年3月には5万発、1915年9月には8万発にも達した。産業革命という工業化を経なければ、これは不可能である。堺では、7日一定の生産量を3日で一定にまで短縮できたという程度のレベルでは、当時の世界としては飛躍的であっても、戦死の流れから見れば大量生産とは言えない。信長の鉄砲使用意図は防衛的だった。武田信玄もかなり初期の段階で火縄銃に注目していた。川中島で上杉謙信と戦っていた信玄は、天文24年に川中島の要所、旭山城へ3000人の兵と共に、鉄砲300手を配備している。信玄は鉄砲の長短を調べ、一斉射撃とともに、籠城用兵器とみなしたのだが、実はこの基本認識が正しいものであり、長篠合戦での信長などにも通じるものだった。信玄は、野戦における鉄砲利用は、一斉射撃によって出花をくじき、ひるんだ時に貴重武者を送り込んで蹂躙するものと考えていたが、信玄流の合理主義では、同じ効果をもたらすものであれば、高価な鉄砲ではなく、投石で十分であるとの判断だった。戦略は機動力。戦闘を決するのは突撃力が重視されていたし、この判断は当時の技術、経済レベルから見て正しいものであった。もちろんこれには、兵隊の強弱も絡むし、戦争目的も関係してくる。信長という革命家は殲滅戦争を好んだから、確実な殺傷力を持った鉄砲を重視し、孫子の徒であった信玄は、敵の駆逐を重視した。信長による鉄砲使用に不動の名声を与えた長篠合戦は、天正3年5月21日に行われた。信長が三段構えとされる鉄砲隊で武田勝頼を撃破した戦いであるが、主な目的は長篠城を攻撃する武田軍を撤退させることであった。そのため勝つというよりも負けないことを主眼にしていたため、予選陣地を築き、鉄砲を大量に配置したのである。もし勝利が撤退すればそれでよし、攻め込んでくれば籠城して鉄砲を打ちかけて撃退する。この時に信長が動員した兵数は、武田全領土を
占領するには少なすぎる3万5千人で、当時の信長の動員力から見れば4分の1程度である。長篠合戦での勝利にもかかわらず、武田領に攻め込まなかったということこそが、信長の鉄砲使用意図が防衛的であったことを示すものである。信長の場合、鉄砲流は規範兵となる尾張兵が脆弱であったというハンデから始まっている。弱兵であるから突撃力も期待できないし、騎馬の数と熟練度からも機動力の限界がある。同じ飛び道具でも訓練の必要な弓に対して、鉄砲は数日の訓練で女子供でも使える上、射程は弓は2倍近いのである。信長を軍事的天才とみなしたい人は、他の武将が三段構え連射という長篠合戦の利用法に気づかなかったというのがそうではない。信長は本願寺にこもった鉄砲隊の連射で大打撃を受けており、その教訓から鉄砲を野戦に応用できないかと考えただけである。そのために連合側に沿って延々20丁に及ぶ数十の大策を築き、その中にこもった。そして策に意識を集中させて、その程度の策は突破できるし、鉄砲は一発撃って扱えないという先入観に武田勝頼を陥らせたのである。そもそも弓矢の時代から、連射戦に作った弓と盾による防御の組み合わせが行われており、長篠合戦とは、勝頼が突撃してくれなければ成立しない戦いであった。決め手となったのは勝頼の心理状況とともに、徳川軍が飛びの筋を攻略して、勝頼の側面を脅かし、正面突破を余儀なくさせたことである。同時に背後を捉えていたため、側面攻撃も困難になっていた。しかし、不利と見た勝頼が撤退すればそこで終わった話である。武田信玄の息子ながら、勝頼は信玄に色濃く現れる損失的思考が希薄である。信玄は戦闘力を極力避けるために様々な工夫を凝らしたが、最後の手段として戦闘を考え、その切り札として軍隊を育成した。貴重な軍隊の使用については計画的で慎重であったが、勝頼は親の遺産を浪費するかのように軍隊を対応している。結果的に勝頼は作戦突破すれば勝利できると考え、三段構えの射撃に気づきながらも突撃を続けさせた。そして歴戦の勇者、老臣は大半を失い、追撃によって大打撃を受けた。野戦兵器としての限界、機動力のなさ、連射を絶対視してはいけないことと、抜刀突撃の威力については、ヨーロッパではブランテンフェルト合戦におけるカラコール戦法の敗退が示している。1631年9月、30年戦争で最大の激戦がドイツのブランテンフェルトで行われたが、その際に皇帝軍のパッペンハイム伯爵が指揮する5000の騎兵隊がカラコール戦術を7回も繰り返した。カラコール戦法とは、序列応対で馬を走らせ、ホイール式ピストルを発射すると旋回して後ろに回り、弾薬を込めて再び前進するというスペイン方式の騎兵攻撃で、パッペンハイムはその名手とされていた。しかし、ピストルを撃ち入れた騎兵が、後方の騎兵と交代しようとした瞬間に、グスタフ・アダロフのグエーテン騎兵が、抜刀突撃をして打ち破られている。弾幕を張った最下攻め、信長を上回る鉄砲集団はいくつもあった。連射について最下衆は、集団利用では信長の上を行くものだった。25人で1組となり、2組50人を1招待とし、2組は交代で射撃を行った。また最下衆、根黒衆ともに、鶴瓶打ちをしたとされている。鶴瓶打ちとは、一人の射撃手に数丁の火縄銃と数人の助手がつき、射撃者が射撃している間に助手が火縄銃の装填を行う方法で、一人の射手に4人の装填手を控えていたとされているから、5段構えの連射に近い。防御壁に入ってこないばその効果は絶対となる。鉄砲が防御にとって利点があるというのは、信長が紀州の最下に攻め込んで敗退した時も示されている。起きた縄手合戦、鉄砲数が多い方が負けた。多くの鉄砲を持っていたのか、文国の国の大友総理、肥前の国の竜蔵寺高信、薩摩の国の島津氏である。保有する鉄砲の数の多さという点では、傭兵集団最下、根頃は別格として、九州の武将たちに特筆すべきものがある。彼らの鉄砲装備率は兵力に比してかなり高い。沖田の縄手合戦は、天文12年3月、竜蔵寺高信と有馬晴信、島津家久連合軍が、肥前の国、島原半島で戦った合戦である。三武将ともに共通していたのは鉄砲を重視していたことである。拡大する竜蔵寺氏に対し、島原の領主有馬晴信は離反して島津義久に組みした。これに怒った辰信は島原を攻め、有馬氏に加担する島津氏を引き寄せて葬り去ろうと大軍を動員した。自らは肥後の国の水俣付近に住んで、高信牽制とも肥後侵攻とも取れる行動と呼びながら、島原には弟島津家久は総大将として、軍勢を派遣したが、派遣された兵数は3000程度とされている。有馬晴信の動員兵力は3000から5000とされているから、合わせて6000から8000である。
対する竜造寺高信は圧倒的な大軍で連合軍の3から8倍の兵力があった。そして当然のことながら火力も圧倒的である。名将として名高い島津家康さんも、家康を派遣した義久も、勝利は難しいと踏んでいたようである。少なくとも尋常のやり方では勝てるはずがない。有馬島津連合軍が勝利するために考えたのは地形の利用である。戦術的勝利に目標を切り替えていたのだ。有馬氏の根拠、新表示を目指す辰信に対して、その前方にある沼地上、湿地帯を通る一本道で起きた縄手で、迎撃を試みることにしたのである。片側雲仙崖のふもとで片側海である。かえって大軍であることが不利な地形と言える。辰信は軍を三手に分け、前面に鉄砲隊があり、大きく敵を包囲して居すくめ、仮に敵が包囲できなければ逆に重心による中央突破ができるという完璧な五人三手で、平原での合戦なら文句のない陣立てであったが、敵があまりに少数なので、辰信は侮り、物見を出さなかったという。戦闘が開始されると、竜造寺軍最前列の鉄砲は火を吹いたが、島津軍は後方に退いてしまう。竜造寺軍がさらに前進すると、今度は弓、鉄砲を芝垣から仕掛けして出花をくじく。竜造寺軍は中央が進まない状態で、片翼に重心を移そうにも、浜手では海上よりの砲弾が降り注いでいた。中央部はまとめ詰めの一本道のあぜ道だけで、その周りは長宅地である。進むだけ進んで狭い地域に追い込まれ、待ち伏せていた伏兵に矢と鉄砲を打ち込まれると、後方部隊は前線で起きていることが理解できず、ただただ進むために進むも引くもできない先人は動きが取れないまま大混乱に陥って、泥田に足を取られ、いたずらに死者を増やしていた。辰信は数を頼んで、ただ前進する命を出すが、島津軍に左右から横槍で攻撃されたため、戦局は一方的に有馬島津連合軍有利に進み、混乱の中で浜手に移動した辰信が討ち取られることになる。この2冊の本は、ほぼ言ってることが同じです。ただ、こちらは人物重視で、こちらはストーリー重視って言った方がいいかな。こちらを読んだ上で、こちらを読むと理解がすごい深まるので、2冊とも買った方がいいんですが、内容としてはほぼ同じ内容が載っています。私自身は2冊読んで良かったなと思ったので、皆さんもいかがでしょうか？チャンネル登録者が1人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。